安倍第二次内閣は無政権、第二次政権が発足して最初からね、これおかしいなって皆さん思ってたと思うんですよね。例えばもう安倍政権ができてから急に日本では右翼的な歴史を変えたりとか、中国や韓国などのことを悪く言ったりするような人たちがものすごく元気になっちゃって、ヘイトスピーチなんかも街にあふれかえりました。なんかおかしいなと思ってたと思うんだけど、アベノミクスとかそういう経済を活性化するというね、まあ、そういう名目のもとにもうちょっと様子見てみようかなってあの頃思ってたかもしれません。でもそれから次々に秘密保護法、ね、それから戦争法、共謀罪、いろんな法律が無理やり通されてしまった。そして去年の防衛省の南スーダンの日本のことだとか、もう挙げたらキリがないぐらいおかしいことがもう次から次へと分かってきて、そのために私たち抗議の声を上げてきた。もう5年以上そんなことが続いて、これ以上は我慢できませんよね。で今回のように勝手に公文書を改ざんする、しかも自分たちが思うような思想の学校を作るためとか、あるいは去年の加計学園のように友達に便宜を図るような大学を作るためとか、そんなことのために勝手なことをされて、私たち国民市民だけがずっと我慢をしなきゃいけない、真面目に働いて、それにさらに今回大量労働制とかさらに働かされようとしていたなんて、そんな掲げたことないですよね。で今度こそもう5年間いろんな抗議の声を上げてきた。でも今回こそはですね、もうこの安倍政権を私たちの手でもうこの政権にはやめてもらう。そして昨日は3月11日3日で式でしたけれども、今年こそこの3.11をきっかけに本当の復興、本当の私たちの国づくりをしていく、安倍政権、第二次政権誕生するときに日本を取り戻すというふうに安倍さんは言って出てきましたけど、